足疲れるね。夢中になっちゃう。楽しかった。負けたくないから何回もやっちゃった。あと1点で70点なのに、ついムキになっちゃって。これらは実際にタノリハシリーズをプレイしていただいた方の感想です。表情に注目してください。皆さん、笑顔でとっても楽しそうに取り組んでいらっしゃいます。中にはゲームのスコアを自分で手帳に記録している方もいます。株式会社サイがご提案するタノリハシリーズをご紹介します。これまでリハビリといえば単調で辛いものというイメージがありましたが、タノリハシリーズはこれを楽しく遊んでリハビリというコンセプトとして掲げています。従来のリハビリマシンは術後直後からの急性期、回復期をメインに集中的に行うものでしたが、その後の維持期において長期間、モチベーションを保ちながら取り組めるような機器が必要でした。そのニーズに応えるため、タノリハシリーズは誕生したのです。では、実際にタノリハシリーズによってどのような効果が期待できるのでしょうか。こちらは九州大学病院リハビリテーション部の高杉先生のもと、実際にタノリハシリーズを持ち込んで効果の測定、検証を行っているところです。ゲームが高齢者に与える影響を研究しています。その結果、専用のリハビリ器具を使うよりも、転倒予防に重要な前頸骨筋など多数の筋群に活発な筋活動が確認されました。また、認知症予防の鍵となる前頭前野の脳血流の増加も確認されました。こちらは、タノリハシリーズを実際に活用しているバンダイナムコグループの開花屋です。足の力をつけたいと思って。点数が低いとがっくりしちゃって、なんとか負けないと思いますもんね。施設スタッフ、看護師の高橋さんにお話を伺いました。ゲーム機導入前後で利用者の方々にどのような変化がありましたか？一人がやってみるっていう感じでやり出すと、もう一人、じゃあ私もみたいな感じで、でみんながたかれば、私もやってみようかなっていうところで、今はかなりの方がゲームコーナーに集まってこられる。運用面では、これからタノリハシリーズを導入しようとする方に何かアドバイスなどありましたらお聞かせください。そうですね、ゲーム機はやっぱり道具の一つ、ツールの一つなので、使いこなしてなんぼっていうところで、それをうまく使うために、ゲームだけじゃなくて、お祭りイベントとしてうちでは体力測定を3ヶ月に1回やってるんですけれど、その体力測定の結果にどうだったって、上がった前回と比べてどうっていう質問が必ず最近は繰り返してるので、利用者さんがずっと元気で生き続けてくれるっていうことで、介護者の身体的負担はすごく軽減されると思う。こちらがタノリハシリーズです。ドキドキヘビ退治2、いたずらヘビを足で踏んで退治するゲームです。転倒予防に必要な前頸骨筋など足の筋力を鍛えます。前半は比較的ゆっくりペース。後半は一転、次から次に出てくるヘビを退治します。3段階の難易度調整機能付きで、ヘビを踏んだ数が得点、成功率、蛇が出てきてから踏むまでの時間を反射速度として表示します。ハンマーフロッグ。いわゆるモグラ叩きのカエル版です。腕の筋力向上や視野の拡大が期待できます。LED の光が予告してからカエルが飛び出してきます。利用者の状態に合わせてゆっくりペースだとカエルもゆっくりと。素早く叩いていくと、カエルも連続でぴょこぴょこ飛び出すように、自動的に難易度が調整されます。ポンポンタッチ。
タッチパネルの画面に直接触れてプレイします。脳血流の増加により、認知判断能力の向上、思考力の向上が期待できます。手すりをつけ、しっかりと立つ体の機能を促す工夫をしていますが、座ってプレイしても問題ありません。さまざまなゲームを選んで遊ぶことができます。このように、SAIは、利用者の立場、スタッフの立場、医療の研究からのフィードバックをもとに、これからも皆さんを笑顔にする機器を開発してまいります。以上で、タノリハシリーズのご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。